ウィルキンスタナゴーリは南極大陸に存在するタナゴーリの一つ。南極半島からシャルコー島、ラタディ島を結ぶ南平洋上に張り出している。タナゴーリは南極条約の適用範囲内に位置するが、複数の国が領有権を主張している。詳細は南極における領有権主張の一覧を参照のこと。タナゴーリの位置と2008年に崩壊した。 様子名前は1929年、オーストラリアの極地探検家、ヒューバート・ウィルキンスが、上空飛行により初めて確認したことに由来。約1万3000平方キロメートルに及ぶ巨大な、棚氷である。1990年代から、棚氷の崩壊が進み、衛星写真により縮小の傾向が強まっていることが、知られていたが、2008年。 400平方キロメートル以上が複数回にわたり崩壊していたことが観測。氷山として流出するのではないかと懸念された。棚氷の変化は気候変動による影響によるものではないかとして各国の研究機関が地球観測衛星を利用して観測を行っている。南極ウィルキンス棚氷、温暖化で大規模崩壊が進む。 アフップブニュース h t t p w w w a f p ブ .com アーティクルエンバイロメントサイエンスイットエンバイロメント2369961 27763832012年5月12日閲覧ありがとうございます